クリアできなかったですね。眠ってしまいそうな、うとうとしてしまいそうなくらい気持ちいいです。岡山情報ビジネス学院 OIC は岡山駅から徒歩2分、地下道直結のダイレクトアクセスが魅力の専門学校です。専門知識、スキルはもちろん、それを生かすための人間力、社会に出て活躍するための総合的なスキルを学ぶことができるのが特徴です。時代のニーズに合わせた14学科4コースを設置、ビジネス系学科、情報系学科を合わせ持つ総合専門学校です。こんにちは、よろしくお願いします。岡山情報ビジネス学院へようこそ。本当に岡山駅からあっという間に到着しました。近いので通いやすいと思います。そしてこの OIC のコンセプトが学ぶを楽しくということなんですが、学生さんの笑顔からも楽しそうな雰囲気が伝わってきますね。ありがとうございます。この OIC は来年の春に情報系学科がリニューアルするということですが、今回はどんな体験ができるのかすっごく楽しみです。まずはオープンキャンパスでも人気の高いゲーム VR クリエイター学科へ。最先端のゲーム開発技術と創造力を武器に、ワクワクを作り出すクリエイターを育成する学科です。3年課程のゲームクリエイターコースは、ゲーム開発に必要なベースの知識から AI などの最先端領域まで、ゲーム制作スキルを広く深く学習。2年課程の VR クリエイターコースは、幅広い業界で注目される VR 技術を企業連携により学習します。はい、では僕たちのゲーム挑戦してみませんか。すごく今不安なんですけれども、大丈夫ですかね。はい、大丈夫だと思います。ということでゲームを体験。ジャンプして白に乗る。で、はい、色を変えました。そしたら僕が行けるようになるんで。なんで落ちちゃったんですか今。なんで落ちたの。ちょっとこのゲームは日本ゲーム大賞に向けて作ったもので、テーマがこだわりということだったので、レトロ感というゲームをイメージして、音だったり映像だったりを昔の方に向けて頑張りました。いや、色切り替えてもらったら僕がいけて、でそこで黒がゴールできた。ゴールできた。やったー。いや、楽しいですね。すごくこうなんか頭を使わないといけないし、そうですね、そう工夫されてますね。ありがとうございます。すごい。学科を超えた取り組みでゲームを紹介するツールも。こちらの動画をご覧ください。はい。白の名前はブラン、黒の名前はノワール、うん、彼らを2人で操作してクリアを目指そう。基本操作はとても単純、左右への移動、ルール説明ですね。ジャンプ、はい、2人で工夫を凝らしながらいろんなクリア方法を試してみよう。おー、かっこいい動画で、すごく面白そうなゲームっていうのが伝わってきました。ゲーム紹介動画を作成したのはネット動画クリエイター学科の学生たち。ネット動画クリエイター学科はホームページ制作の基礎から応用、動画制作の領域までネットビジネスを支えるスキルを習得、ウェブ業界で活躍できる人材を育成しています。難しくなかったですか。もうクオリティの高い動画でしたけれども。ありがとうございます。そうですね、多学科の方と動画を制作するというのは初めてだったので、そこもすごく難しかったですし、またゲームのことは私たちも作ったことはないので、全部ヒアリングをしながら進めていきました。さまざまな学科を有する岡山情報ビジネス学院では、それぞれの学科の学びを生かしたコラボレーションで社会問題を解決する力を養っていくクロスエデュケーションを進めています。違う学科と交流しながら、一つの目標に向けて、切磋琢磨していくのは非常に有意義な時間でしたし、いろんな人と喋れて、僕と知らないこともいろいろ知れて、とても楽しい時間でした。私たちがその動画の知識を合意に発揮して、他学科の方と良いものを作っていくってことができたと思います。社会に出た時に自分の専門性と他の人の専門性を掛け合わせて仕事をするケースっていうのがすごく多いと思うんですね。今DX っていう言葉もありますけれども、やはりこう IT を他の業界でいかに活用していくかっていうことが社会的に求められてくるというふうに思っています。OIC は情報系、ビジネス系、それぞれの学科がたくさんありますので、その学びの特徴を生かしてお互いがコラボレーションをして、その実社会で役立つ学びっていうのをしていってほしい、そんな思いを持ってクロスエデュケーションを進めています。
また本校では全学科で企業の連携を大切にしています。現役のプロの授業にも入っていただき、専門的なアドバイスをいただいています。学生のうちにしかできないことをすごくやってほしい。ゲームクリエイターになると、本当に好きなものをどれだけやってきたかっていうのがめちゃめちゃ大事なんです。でそれを、ちゃんと学生のうちに時間あって失敗しても許されるうちにやってほしい。発想力とか、そののめり込んで作った体験みたいなものが絶対に役に立ってくるんで、はい、はい、どうぞ。こちら医療福祉事務学科の教室になります。お邪魔します。皆さんちょうど今授業されてますね、はい、今日はアロマの効果について勉強しています。アロマですか、すごく楽しみですね。はい、こちらもオープンキャンパスの体験授業で非常に人気のある学びとなっております。どんな内容か気になります。医療福祉事務学科は医療現場を支える医療機関や調剤薬局の事務スタッフ、ドクターズクラーク、歯科助手などを育てる学科です。保険請求事務をはじめ各分野の医療知識だけでなく、ホスピタリティマインドも幅広く学習し、病院実習で知識、理解を深めます。社会人としての教養やマナーも磨きます。医療事務とアロマってあまり結びつかないんですけれども、はい、例えば皮膚科さんとかであれば美容皮膚科とか、あとは調剤薬局さんもハンドマッサージとかですね、結構導入されているところがありまして、美容、要は皮膚科構造とかそういったことを学んでおく方が患者様対応としてはより遅いんじゃないかなということで、来年度からですね学べるようになったんです。アロマの基本的な知識を勉強していただきながら、実習とかマッサージとかをしていって、実践に伴うような勉強をしていただくようになってます。ぜひ体験していきませんか。いいですか、はい、ありがとうございます。ぜひ。ではですね、今日はこの6種類の中から匂いを選んでいただこうと思うんですが、まずはアロマの代表のラベンダーの香り、嗅いでもらっていいですか。すごくいい香りです。ラベンダー落ち着きますね。そうですね、こちらはゼラニウムという香りなんですけれども、優しい感じですね。もういい香りが漂っています。やはり現場の知識があったり、また経験がある方から学べるというのはすごく学生さんにとっても楽しいことだと思いますし、学びが深いと思っています。やっぱり現場であることっていうのは現場でしかわからないので、そういった私自身が体験したことも生徒さんにお伝えしながら進めていけたらなと思ってます。うとうとしてしまいそうなくらい気持ちいいです。本学科で大事にしているのは慈愛心というキーワードです。やはり目の前に来られる患者様というのは本当にこう病んでる方、苦しんでる方もいらっしゃれば喜ばれる方もいらっしゃいますので、その目の前にいらっしゃる方々に合わせた対応ができるということを大事にしています。自分の考え、あとは何か問題意識を持つ、課題発見力、そういったことをですね身につけて社会でも活躍できる人材を育てていきたいと思っております。OIC のオープンキャンパスは幅広くいろんなことが体験できるので、たくさんのことを学べそうですよね。本校ではいろんな学科も見ることもできますし、自分のその成長意欲であったりとか、そういったきっかけにもなると思っております。やはりオープンキャンパスに参加して早い段階から自分の進路について考えるということが大切ですか。参加者の皆様もやはり最近では早く自分の進路を決めていきたい、深く深く知ってその上で入学したいという方々が多いので、はい、なので そちらの方にもつながっていってるんじゃないかなというふうに思っております。入学する前からこの OIC の学ぶを楽しくというコンセプトの気持ちにもなれそうですよね。いろんなオープンキャンパスに参加していただいて、楽しいんだなっていうことを改めて感じ取っていただきたいというふうに思っております。先生方が楽しく授業をしてくれて、分かりやすく説明してくれるので、授業がとても楽しく思っています。仲間といるからこそできることとかっていうのもたくさんあるので、やっぱり多くの人と関われる OIC で勉強できるっていうのは自分にとってもプラスかなと思います。 IT の4つの分野を学びながら、社会人の経験も上達することができる学校だから OIC を選びました。実際に現場で働かれていた先生方が授業をしてくださり、
授業だけではなく実技授業も取り入れていることで、よりその保育園に近い授業ができるというところに魅力を感じました。オープンキャンパスで待ってるよ。岡山情報ビジネス学院 OIC のオープンキャンパスはご覧の日程で開催予定です。